キューピーピ夢の旧作アメリカ生まれのキユーピーがいなくなったのでおもちゃ箱の中は大変な騒ぎが始まりました日本のだるまさんが向こう鉢巻きでたわし細工の熊クに乗って井の一番に飛び出すあとからドイツ生まれのブリキの兵隊が木造りの自動車で駆け出すフランス生まれの道家人形は イギリス生まれの眠り人形と一緒にその後から走り出すみんな出て行っておもちゃ箱は空っぽになりましただるまさんが敷居のところを通りかかったネズミに「キューピーさんはどこへ行ったか知らないか?」と尋ねますとネズミはチューチューと笑いながら「それはきっとこの頃この家へ来た小さなミケネコがおもちゃに持って行ったのだろう」。 と言いました「それ」というので縁側でひなたっこをしている三毛猫を捕まえてだるまさんがにらみつける兵隊さんが剣付き鉄砲を突きつけてキユーピーをどうしたかと聞くと三毛猫はびっくりして顔を撫でて「いいえニャンも知りません私はお嬢さんの帯だのマリだのはおもちゃにしましたが まだキーーピーは「おもちゃにしたことはありません大方それはネズミさんが私をここから追い出すためにそんな悪いことをしたのでしょう」と言いましたみなは「なるほど」と気がついてすぐに天井裏へ駆け上ってほうぼうを探しますと隅っこの方で「キーキーピーピー鳴く声が聞こえますのでそれ」と言ってはせつけました。 みるとかわいそうにキューピーはおなかもなにもピシャンコになってあおいめをなきはらしてねています。みんなはおおよろこびでつれてかえってよってたかってかいほうをしてもとのとおりにふくらましてやりました。みけねこはそのごおおきくなっていえじゅうのねずみをみなとってころしてしまいました。 はい、えー、今日はね、えー、夢の旧作、いわゆる夢級の、えー、キューピーという作品を読ませていただきました。えー、この作品はね、とっても可愛いらしい作品なんですけど、えー、1922年にね、九州日報っていう、えー、新聞の前身みたいなやつだと思うんですけど、それに掲載されたと書いてあります。<laughs> えっとー、まあ、 おもちゃがね、いろんな国のおもちゃが出てきて、えー、キューピーを救うというお話ですねで猫が絡んできて猫とネズミが絡んできてまあとっても僕もあのなんか親近感湧くなみたいな、まあ、も僕猫好きなんでねそういうお話でしたね,ねドイツ生まれのブリキ兵隊とかフランス生まれの道家人形イギリス生まれの眠り人形とあと日本はだるまと、ね、タワシ細工クのクマっていうね とってもまあ当時これ戦前なんでまあかなり、まあ、こういった輸入のおもちゃなんてかなり珍しかった時代だったんじゃないかなと思いますけどねうんなんか時代をとっても感じさせて僕は好きですねはいで「夢 Q に関して言うとあの前一回配信でねあのちょっとえっ、ー、と絵したいかなおあの作品読ませていただいたんですけどまああの幻想 小説とううんでしょうかちょっと資料見資料というかウィキペディア見てみるとどういう人かっていうとですねえっ、ー、とまあえっ、ー、といろいろ肩書きありますけど、まあ、小説家ですよね SF 探偵小説 SF 小説幻想文学作家ということでねまあえっ、ー、と僕は結構昔からですねあのこの夢球「夢宮に親近感がありまして。 えと夢九はね福岡で生まれて、えー、と東京に来てで、えー、とその後慶応かな慶応義塾大学に入を卒業した後でえっ、ー、とまあさっき言った九州日報というのはあの福岡のね新聞なんで、えー、とそこら辺で働いてたと。でえっ、ー、と実はですねまあ僕 言ったこととないと思うんですけど、えっと、僕の父の,、えー、父の父の父の父がですねまあ曽祖,祖父なんですけど、まあ、彼の書いた日記があってえっと明治44年かなに、えー、福岡に引っ越したと書いてあって、えー、それまで東京で東、まあ、地元は全然別のところなんですけど東京の大学を出て仕事で、えー、福岡に引っ越したと書いてあるんですね。でそのと同じ年に まさっきこれ、Wikipedia、見てたらたまたま同じ年だったんですけど同じ年にえ夢級は福岡から慶応義塾大学に入学してるんですね。でその後も、えー、まあ九州日報で働いてたのかな多分まあそういうところもあって割とその僕のひいおじいちゃんとね結構同じ時代を生きてたと。でまあ僕のひいおじいちゃんもね割と文学的な ことをやっていたので、うん、まあ同じ世界に生きてたんだなっていうことでまあ会ったことがあるかどうかは分からないんですけど <laughs> まあそういう記載はないんでただまあなんかなんとなくそのこの時代感大正ちょうどえっ、ー、と明治44年がえっ、ー、と1911年なんでで、えー、1912年大正元年ですよね。なんでちょうど大正が始まるところ <laughs> あたりで。 同じ空気を吸っていたということであの僕はねもうとっても好きな作家ですでかつ、まあ、まあ彼を入り口にしたわけではないんですけどそういう幻想文学的な、えー、こと、あのーまあ、江戸川乱歩ともね親交があったんですけど夢の夢宮はね、あのー、そういった幻想文学的なことをあの僕は結構大好きなんで。あのー まあこういったね世界をまだ知らないという人は是非「夢球でもね「ドガーランポ」でもいいんで読んでみてほしいのとあとはちょっとね今年はまあこういった朗読をちょっとトライしてるんで「えー、夢球にちょっとフォーカスしようかなと思ってます。あのー、まあ朗読なんで結構長いやつは結構難しいんですけどまあそれでもね 1>, 1回ぐらいはなんかちょっと長編の朗読にトライしてみたいなっていうのもあるのでうんあとまあ UMQ は割と短い作品も結構あるんでね今日のやつみたいな感じで今後もね定期的に UMQ の作品読んでいけたらなあというふうに考えております <laughs> はい <laughs> 突然の突然の、えー、トークでしたけどそんな感じです <laughs> ありがとうございました また、えー、聞きに来てください。